はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあなんか頭痛くなるような話ばっかすけどね、連日なんかこうスカッとね、さすがやっぱり日本だぜっていう話がなかなか来ないっすねいやもうあれは僕全部そういう話にしたいぐらいなんですけどね。うん、不愉快な話ばっかりですよね、ほんとね。うん、でね、まあちょっと久しぶりですけども、このハヒーハーとか言って、この上海電力さんですけどもね、うん、ちょっとなんかご無沙汰じゃないですかね。もっとなんかこのどっちかっていうと、ほらね、どっち側っつったらこのコラボサイダー側だった人じゃないですか。まあでもなんかいろいろとね、この人なりになんかあるのかなんだかよくわかんないですけども、今回は、サイダートークだったんじゃないですかこれ。うん、このハーヒーさんが、尖閣なんて無人島なんだからいいじゃん、もうくれてやれよみたいなつい本音がトロみたいなね。まあでもこの人はそのいわゆるほら、去年なんつったっけ、このウクライナの時だから、一昨年からこの去年にかけてですよね、あ、お土産って言ってたっけ、それが政治だって言ってたよね。手土産持ってね、うん、どうせなんか面と向かってやり合おうっつったって中国にかなうわけないんだからって言ってましたよね。で確かなんかほら、桜井さんとか高市さんとか番組で一緒になった時とかはね、なんかこのあのねってこうなんか言いくるめるじゃないな、たしなめられるというか、まあなんかこう裁かれちゃうもんだから、なんて絡んでたっけ、どうせあの中国のこと嫌いでしょみたいな、なんかそういう感じでこの絡み方をしてた時もありましたよね、なんかハーヒーさんがで、まあ、どうしてもなんかあれ これは確かこの佐藤さんじゃなかったかな、このもう一個の方のチャンネルで見たこのプライムでのね、佐藤さんとこのハーヒーさんはどういう絡み方をしたのか分からない。多分番組でこのね、一緒になった時にこの映像を見させてもらうと、佐藤さんもいて、あともう一人誰だろう、これ立憲の人かな。でこのハーヒーさんね、だからまあ久しぶりですけど、らしい発言じゃらしい発言なのかなね。うん、上海電力スパーク的なこう感じだと思うんですけども、まあだから尖閣はね、アメリカから見れば無人島じゃないかとね。政治家はあまりこの領土主張をせず、あまり領土主張せずってなんだろうねじゃあ何を主張するのが政治家なんでしょうね。うん、だからここでもほら完全にね、うん、日本の金にね、たかってなんぼの、ね、公金チュッパチャプスの一人として見れば、それはこういう発言にもなりますよね。うんね、だって日本売り飛ばしてなんぼじゃん。うん、それはなんかもうあまりこの領土は主張せずじゃあ何を主張するんですかねこの人は差し出そうね、うん、売国ね、そういうこのメッセージは発するけど、いくらでもね。で、なぜかといえば、東アジア地域の安定を前提に説明せよって言ってるんですよね。うん、もっとドストレートに言っていいと思いますけどね、その方がむしろ清々しいよね。なんか日本の将来未来を考えている風でっていうのが、なんかこの汚ねえっていうか、この姑息ですよね。うん、日本に未来なんか将来なんかなんだないんだとね、あくまでもこの中国共産党ね、トップのさじ加減なんだから、無駄に逆らうな、黙って従えぐらいに言えばいいのにむしろ、うん。でまあこのハーヒーさんが、まあ我々日本生まれ日本育ちの日本国民からすればもう異常な異様な発言でしょ。でもこの人的にはまあこういう人だからこういう発言ですよね。そういう意味で、あの肯定はしませんよ、ああそういうこと言うよねこの人はっていう意味でね、うん、だろうなっていうことですからね。うん、いやだからまあそういう人なんですよね。うん、だからまあなんか思考回路が多分もう我々とは違うんでしょうね。うん、だから この人とよくね、まあもしかしたら見誤っていたのか、それも込みで、込みとは思えないな、石原さんとよくつるんでましたよねあるいはその頃はハーヒーさんもそんな今みたいな感じじゃなかったのかな。で、まあそのなんだろう、ヘリクスにもなってないな、もう完全にこのね、売国、もう本音がダダ漏れですよね。うん、本音をトロですよね。うん、
だからもう完全にこの中国共産党の党員ですかっていう、うん、でこの番組はフジテレビだからまあそれは使うよねって感じですよね、うん、だって売国してなんぼでしょ、うん、だって尖閣のこの領有権否定してるわけですからね、うん、で、ハーヒーさんがもう佐藤さんがなんかもううんざりって顔してるのがもうなんかもう遠くを見るような視界にこのハーヒーさんがもう映ってるのか映ってないのかよく分かんない感じの尖閣の問題、これはあれですよ、ハーヒーさんが言ってるんですよ、尖閣問題に関して、っていうか問題じゃないんだけどな、ね、日本は日本の領土だって、ね、政治家の皆さんは領土を守れ領土を守れって言うんですけど、あんまそれも言ってないよね。あ、言うだけか、言うだけは言うのか。で、まさにアメリカから見れば無人島なんですよ。であればここは領土領土じゃなくて、でまあさっきの感じのが続くんですよね、うん、お土産にしてね、中国に差し出してしまえばいいのにみたいな差し出して我々何もらえんの、ちなみに。まあハーヒーさんはなんかね、うん、なんかあるかもしれないよな、うん、すげえな。アメリカから見れば尖閣ただの無人島だから、まあ要するにね、大した価値もねえんだからね、そこでなんか中国とバチバチやり合うのはね、得策じゃないと。お土産持ってね、中国様のご機嫌を伺い、顔色を伺ってね、妥協妥結、それが政治だ。確かウクライナロシアの件ではそういうことをずっと言い続けてね、当時ナザレンコさんとなんかこのバチバチやり合うとこまでなかったよね確か、うん、だから地域の安定のため、ね、地域の安定って言ったら中国の、ね、顔色を変わって中国のさじ加減で中国に逆らってはダメだと、うん、そういうことが言いたいんでしょ、ね、だからもう完全にこのスポークスマンだよね、昔からそうですけど、昔からでもないか、うん、でそういうことでしょね、中国に明け渡す、あるいは中国にこの許可を取るとか、あ、共同管理にしろとか、まあ、どういうことが言いたいのか、もう完全にもう代弁者ですよね、中国のね、うん、でもこれ結局さ、ね、まあ、佐藤さんにはなんて切り返されたのか、切り返されてはなかったのかな。まあ、高市さんだったり、ね、桜井さんとかだったら、なんかこの、ね、都合が悪くなって、なんか、まあ、それはそれとして、みたいな、なんか違う話にこの、なんかずらして、逃亡を図ったりするのかな。うん。あるいは、この本人が目の前にいないところで、ね、うん、あいつは分かってないんだ。中国とね、まともに正面からやり合ったって、叶うわけないんだからさ、って。ね、尖閣なんて、この、お土産にしてさ、持ってってさ、ね、それでなんかこうね、うまい具合に波風立てずに済むんだったらそっちの方がいい、それが政治なんだからさ、みたいなことをどっかよそで言うんでしょ、どうせ、うん、ね、なんかな、でもな、でもそこでさ、ね、きっちりなんか、いやそうじゃないんだと、うん、切り返したわけでもないからあれですよね、うん、ね、だって佐藤さんは佐藤さんでね、じゃあなんでこの無人島じゃない沖縄県の一角、ね、この沖縄をこの侵略されている、ね、うん、認識はアメリカも日本も同じなんだぐらい、ね、言い返してもらいたかったんだけどな、うん、そうだから結局この番組それ自体も、ね、そもそもが、ね、こういうなんかお互いに仕事してる風、ね、お互いにこの真剣に考えてることがあって、ね、この議論を戦わせてる風、ね、そういうのを装っている、なんだろう、ガス抜き番組のガス抜きコーナーみたいなもんなんじゃないですか結局は、ね、だってほら自民党もだって、ね、反日議員の巣窟、ね、反日政党になり下がってんじゃん、うん、だからもうじゃあ我々どうしたらいいんですかねって話ですよね、うん、まあ、その辺をちょっとじゃあ次ね、まとめて見ていきましょうかね。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。